はい、皆さんこんばんは。ピアノ屋 .com の石山です。なんでこんな小さな声で喋ってるかと言いますと、今ですね、夜中の12時27分です。こんな時間までよう仕事しとるなと、思ってられると思いますが、いろいろバタバタしておりまして、こんな時間になってしまいました。先ほどこのピアノ撮影したんですが、こちらアポロ、これも入ってきたのでね、私が仕入れるのは結構猫足が多い、好きなんですよ、曲がってるのが可愛いでしょ、ね、そして艶消しのですね、こういう綺麗な可愛らしいピアノです。もうね、このぼかしのね、こういうあのぼかしの塗装技術すごいですね、綺麗ですね、本当に可愛らしいね状態ですが、今現在ですね、ピアノ .com では、さっきの動画でも言ったんですが、特にこの艶消しのね、修理ができないんですよ、技術者がですね、本当に有志の調理室が事情でですね、バタバタと塗装技術者が辞めちゃったのでね、何回も言ってますが、ちょっと大変なんですよ。で、外注さんにしてもらったらいいんですが、高いなので、ちょっとこのピアノね、こことかこことか、これは実はうちで以前販売したピアノですね、一回きれいにして出したんですが、ちょっとねあるんですよ、ああいうとことかね、こういうとことかで、これね、ちょっとめっちゃいいピアノなんですが、これとかね、あの外装このままで、このままだと十分きれいなんですが、隅っこだけねちょっと気になりますが、我慢していただけるんであれば、これね多分30何万で出すピアノですが、ちょっとお安くしますから、傷修理はまあ我慢するわと言っていただいたら助かります。でもし、いや、どうしても直してほしいことであれば、そのままの値段になりますが、ね、ちょっとなんとか外注さんに頼んだ時の値段の付け方しますけども、しなくていいって言ってもらったらちょっと安くできるので言ってくださいね。ちょっと夜中なので小さい声で喋っててすいませんね、本当にね、もうこんな時間になりました。うちでね、調律行ってたピアノ、このね、昔は石山ピアノ調律サービスという名前だったんですよ。AR78Z というね、めっちゃいいピアノです。198279という製造番号ね。中も綺麗ですね。うちで一旦手を入れてるのでね、めっちゃ綺麗です。で、うちのね、以前の職人が言ってましたね、平成19年ね、に、納品したピアノだと思いますね。非常に状態はいいです。はい、アポロのピアノはね、このバネが特徴なんです。これ見たらすぐ分かります。これワグナーって書いてるけど、これもアポロなんですね。同じバネです。じゃあ音はですね、夜中の12時半にピアノ弾くなんて、これとんでもないことですから、もう小さい音。このピアノ黒檀です、これ。見てください、これ。これこれこれ。ちょっと茶色っぽい木目みたいな模様が入ってるでしょ。わかりますか、これ。ね。これちょっとわかるかな、色が茶色っぽい。黒檀っていう木の黒鍵になりますので、値打ちあります。めちゃくちゃ価値ありますね。この黒檀、新品の貼ろう思ったら、プラス6万ぐらいね、うちの場合今かかりますが。ちょっと小さい音で鳴らしてみますので、音のイメージだけ聞いてください。 E フラット、うわー、めちゃくちゃいい。ピアニッシモで弾いていくと、うわーんと広がる。めっちゃ音いいですね。隣ね、ちっちゃい子が寝てるんですよ、隣の家。うわ、めっちゃいいわ。はい、もうこれぐらいにしておきます。こんな感じの響きのするピアノです。またね、昼間に大きな音で弾けるときは弾きますが、ちょっと私昼間いないので、ここのところですね、なかなか撮れないので、こんな時間になってしまいました。とりあえずこんなすごい素敵なピアノが入りましたよというね、そういう意味で見てくださいね。 AR78Z、アポロのピアノです。こんなにこそこそと喋ってる動画なんていうのは多分初めてかもしれません。もうちょっと普段夜遅いでも10時とかね、それぐらいなので、もうちょっと大きな声で喋るとか、ちょっとね、私もともと声大きいので、ちょっと小さな声で喋らせてもらいました。ちょっとお聞き苦しい、ね、
ことだったと思いますが、どうぞこらえてください。またちゃんと撮りますのでね。はい、アポロの AR78Z のご紹介でした。それではまたお会いしましょう。さよなら。